中世西洋美術ビザンティンの巨大な教会モザイクは中世美術が達した頂点の一つである。シチリアのモンレアーレ大聖堂にある12世紀後半のもの。西洋の中世美術はヨーロッパ美術では1000年以上、西アジアや北アフリカではある美術時代と非常に後半の時と場所に及んでいる。そして多くの美術運動や時代区分、その国や地域の美術品、 ジャンル、様式の復興、工芸品、美術家自身が包含されている。美術史やは中世美術を主たる時代と様式に分類しようとするが困難を伴うことがある。外して受け入れられている様式は順に、初期キリスト教美術の末期、民族移動期の美術、ビサンティン美術、インスラー美術、ブレロマネスク、ロマネスク美術、ゴシック美術となり、 これらの中心的様式のうちにある他の多くの区分も含まれる。加えて各地域には大抵はその民族や文化が成立する過程においてアングロサクソン美術やバイキング美術など独自の美術様式があった。中世美術は多くの媒材で制作されていて多数の彫刻品、彩色写本、ステンドグラス、金工品、モザイクが残っておりこれらはすべて フレスコ画やき金属細工、タペストリーなどの織物といった他の売材よりも残る率が高いものである。特にその初期においては、金工、造形彫刻、放浪、金刺繍のような、いわゆる小芸術品や装飾工芸品の方が、絵画やモニュメント彫刻よりも高く評価されたと考えられている。ヨーロッパの中世美術は、ローマ帝国の美術の伝統と、 初期キリスト教会の図像様式から生まれた。この源が北ヨーロッパの力強く万族的な美術文化と混ざって注目すべき美術遺産を作り出した。中世美術史は古典美術、初期キリスト教美術、万族美術の要素が相互作用した歴史としてみなされるのである。古典主義の形式的側面とは離れた。 物を写実的に描写する伝統がこの時代を通じて続きビサンティン美術に残っているがこれは西洋では時折現れており西ヨーロッパで新しく発展した表現主義の方がや北ヨーロッパの活気ある装飾的な要素と組み合わさり競い合うこともあったその時代区分は古典美術の技法や価値の復興というルネサンスの自覚でもって終わり中世の美術遺産は 後の数世紀間、低く評価されていた。19世紀に入りその関心と理解が復活すると、後の西洋美術の発展のもとになる、非常に成果の大きな時代であると認められるようになった。アンブロージョ・ロレンツェッティによる、前世の効果の部分、シエナ市庁舎にあるフレスコ、1338年。ヨーロッパ中世の初め数世紀は、社会が反映せず、不安定になり、 人口が減少していたが、その後1350年頃の国死病によって大きく妨げられるまでは、ほぼ安定を見せ人口も総じて増加していた。この国死病でヨーロッパの全人口の少なくとも3分の1が死亡し、その率は一般に南の方が高く、北では低かったと推定されている。ヨーロッパの人口は650年の 約1800万人で最低に達し、1000年頃には倍増して、国史病直前の1340年では7000万人を超えていたと概算されている。その後の1450年に入っても人口はまだ5000万人ほどであり、多くの地域では17世紀まで以前の人口水準に回復しなかった。11世紀頃まではヨーロッパの大半で農業労働力が不足し、 未使用の土地が多くあったが、1315年頃までの中世の温暖期は農業にとって有利になっていた。国死病から生き残った人々の経済的な繁栄は、その影響を受けるほどではなかった。宮廷恋愛の場面が掘られた、ある婦人の造毛の鏡入れ。パリにて、1300から1330年。中世にはようやく、千年期の特徴である。 域外からの侵略や襲撃が収まってきた。7世紀と8世紀のイスラームによる征服では、北アフリカ全土が急速かつ高級的に、西洋世界から離れ、またその他方で、イスラム勢力は、徐々に、ビサンティン帝国を占領した。中世末にその南西のイベリア半島を、取り戻すまでのカトリックヨーロッパは、南東からもムスリムの脅威にさらされたのだった。 中世初期の最重要な美術品は、世俗のエリート層や修道院、大教会に関わる希少かつ高価な物品であり、宗教的なものであれば大半は修道士によって制作されていた。中世末期には大いに美術的関心を引く作品が小さな村や町の多くのブルジョア家庭で見られるようになり、その制作は聖職にある美術家を除けば、 多くのところで地元の重要な産業となっていた。ただし聖ベネディクトの会立は修道院による美術品の販売を許可しており、またその時代を通じて修道士が美術品を俗人の市場で売るために作っていたことと修道院が必要に応じて俗人の専門家も同時に雇っていたことが明らかになっている。現存する作品のために中世美術のほぼべてが 宗教的であるという印象があるかもしれないが、これは事実とはほど遠い。教会は中世の間で非常に裕になり、時折美術品に浪費する用意があったが、同じ質のある世俗的な美術品も多くあり、これは痛み、破損してしまう率がずっと高かった。中世では一般に、成人や創立者の像に関さぬ古い作品を、その美術的価値のために保存するという概念が、 欠けており、また後のルネサンスとバロックの時代には中世美術を下げすむ傾向があった。中世初期の最も豪華な彩色写本には贅沢にも貴金属、造形、宝石で宝飾想定された表紙があった。その見返しページと表紙の造形浮き彫りは完全な状態の表紙よりもはるかに多くが残っており、その元の表紙は材料が貴重なためにほとんどがある時点で、 剥ぎ取られてしまった。セイメラムのアウレウス社本の宝石描紙、870年頃、カロリング長期の福音書。大半の教会は何度も再建されるが、中世の宮殿や邸宅はずっと高い率で失われており、これはその調度品や装飾品についても当てはまる。イングランドでは、7世紀以降の、各世紀に建てられた教会がほぼ失われずに、残っており、 後のものほどその数は多くなる。しかし数十の王宮のうちで11世紀より前から残っているものはなく、中世から保存されている。それは、ほんの一握りである。この状況は、ヨーロッパの多くでに通っているものの、アビニョンの教皇宮殿は14世紀からほぼ、失われずに残っている。個々の作品の年代や出所について長年なされる。 学術論争は多くが世俗の商品に関してであり、これはそれらの方がはるかに珍しいためである。例えばアングロサクソン期のフラーブローチは大英博物館によって怪しげな岩作だとされたことがあった。また小さな自立型の世俗ブロンズ像は大変珍しいため、その恒例である2作品は年代、出所及び信憑性が数十年にわたり議論されていた。 高価な素材は中世美術で常に使用されており、中世末までは美術家への支払いよりも材料の購入にはるかに多くの費用がかかることが一般的であった。金は教会や宮殿の物品、個人の宝飾品、服飾品に、またモザイク画の無地の背景として使われたり、金箔として写本の細密画と遺体に用いられたりした。貴金属を使うものの多くは、 将来その地金の価値が認められることを考えて作られていた。中世末頃より前は大きな危険を犯したり氷菓子を使う以外には不動産にしか投資ができなかったためである。イングランド王リチャード2世が使用した小さなウィルトンの二連祭壇が1400年頃金で背景の模様が付けられウルトラマリンを多用している。さらに高額な顔料であるウルトラマリンは アフガニスタンからしか得られないラピスラズリを砕いて作られ、ゴシック機にはふんだんに使用された。空よりも諸女マリアが伝統的に羽織る青いマントルのためであることが多かった。造元は着色されることが多く、中世の末までは重要な素材であった。贅沢な工芸品から世俗作品への移行をよく表しており、その初期には執政用二連版から写本の表紙、 生物箱、死教図へといった宗教的なものへと主な用途が移っていったが、ゴシック機に入ると、世俗的な鏡入れや小箱、彫りの施された櫛が、浮遊なものの間で見られるようになった。浮き彫りされた造毛の薄板は、他の作品に転用されることが滅多にないため、残る数が比較的多い。同じことは、写本のページにも当てはまるが、保護にされたものは、 パリンプセストとして再利用することが多かった。この元の材料である川紙も高価であり、アングロイコールサクソン式のモンクウェアマスジャロー、修道院が692年に聖書の写本3冊を作ろうとした際、それに必要な第一歩は、ベラム使用の川になる1600頭の子牛を得るための畜牛の繁殖計画を立てることだった。紙は中世末の数世紀に利用されたが、 今日の基準からすれば非常に高価であった。例えば聖堂で普通の巡礼者に売られた基本画はマッチブック台以下のものが多かった。中世の美術は対象が広いため美術史やは昔からこれをいくつかの大まかな段階、様式、時代に分けている。中世美術の時代は特定の時期にまたは全地域で同時にきっかり始終するのではなく、 同じことがこの美術時代の中の主な段階についても当てはまる。ありがとうございます。